はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はですね、嫉妬についてっていうね、話をちょっとね、してみようと思うんですよ。私の心の中にもね、これね、他人を羨んで嫉妬する心っていうのはね、やっぱ突然ね、発生しますよ。で、急にその人が嫌いになるとかね、ムカつくとかね、そういうのを嫉妬心というんですけれども。その、逆にね、自分が嫉妬する、僕が嫉妬するっていう時もあるし、周りの人が嫉妬するってこともやっぱあるわけですよ。嫉妬することもあるし、嫉妬されることもあるわけです。だから今から考えるとね、嫉妬心っていうのはもうどこで発生するかわかんない。もうほんと些細なことでね、ほんの些細なことでなんだこいつって嫉妬心が燃え上がるってことがありますから、今まで仲良かった人がね、急に態度変えるとか、表向きはその僕の前ではニコニコ愛想よくしてるんだけど、裏ではひどいことをね、言ったりやったり計画してたりっていうね、そういうこともあるんですよね。で、今日はね、その自分の心の中に嫉妬心が発生した時に、どうその嫉妬心と付き合っていくかっていうことをね、ちょっと話をしてみようと思うんですよ。で、僕ね、小さい頃ね、いわゆる子供の頃なんかは、僕のね、友達がね、こういうカード持ってる、自分は持ってないなんて言うと、それだけで嫉妬したりね、腹が立ったりするわけですよ。で、子供だからね、行動に出ちゃうわけです。急に意地悪になったりね、急に帰っちゃったりね、そういうことがありますよ。もう一回仲のいい友達のところにね、僕の家に遊びに来てって言ったらね、で、ある時ね、何に嫉妬したのかな、自分のモテなそうなものを持ってたんでしょうね。そしたら急に、そいつのことがね、嫌になってね、嫌いになってね、俺ちょっと用事を思い出したから帰るわって言ったら、もうその子、どうして帰るんだ、まだ来たばっかりじゃないかって言うんだけど、もう帰ってきちゃってね。今から考えると恥ずかしいことしたなと思うんですけど、小さい頃の嫉妬心ってのはそんなもんですよ。で、もうちょっと大きくなってくるとね、あからさまにこれやるとね、みっともないし、かっこ悪いですから、形が変わってね、もうちょっと粘着質な意地悪な形で出るわけですよね。だからちょっとした嫌がらせとかね、ちょっとしたね、何かね、相手が不愉快になるようなことを、密かにやる。そんな風に、カモフラージュしているわけですけど。でもこれは嫉妬心がもう表出しちゃってる、表に現れているっていうことですよね。で、僕もね、うまくいっている時に限ってね、やっぱり嫉妬されるんですよね。で、うまくいっている時にね、しかもね、ちょっと調子こいている時には結構嫉妬される。隙がない時にも嫉妬される時ありますけど、でもね、いろいろ嫉妬したりされたりっていうことを繰り返しながら、今の僕はね、この嫉妬心って嫉妬を発生するんですよ。突然ね、この人にふっと嫉妬心が発生するってことあるんです。で、この前なんかもね、その何もかも恵まれているうちの生徒さんに嫉妬したりするんですよ。でもね、嫉妬心はね、発生するんだけどね、僕はね、上手にね、嫉妬心を消える方法っていうのをね、開発したっていうかね、見つけたんですよね。嫉妬が発生するでしょ。どこで発生するかわからないんです。そしたらね、今俺嫉妬してるわって、はっきりとね、意識できるようになったんですよね。嫉妬してる。俺は今この人に嫉妬している。で、その後で一体この人の何を嫉妬してるんだろうって考えるんですよね。自分の人生と比較してこの人の何が違うんだろう、そしてその何がその
違いに、どんな違いに嫉妬しているのかってことをね、まあ、ちょっと考える。で、嫉妬 したままにしとくんですよね。絶対に否定しないんです、僕は。もう今の僕は。そういう否定的な感情をね。で、あ、そうかそうか。お前はこういうことに嫉妬してるのか。僕の場合にはね、僕は親が毒親だったんですから、母親がね。あのね、あ、この人は育ちがいいな、いいお母さんに育てられたんだろうなって思うとね、嫉妬するんですよ。僕はね、それはね、最近発見しました。でもね、あ、なるほど、この人のこういうところに嫉妬してるんだな。そうかそうか、今までそういう人たちに嫉妬してたんだなって。お前は、ね、その都度その都度ね、ムカムカっと来てたんだな、大変だったなって思うんですよ。自分をね、いたわれるようになったんです。そうするとね、嫉妬してていいよ、嫉妬してていいよって言ってると、やがてその嫉妬はどうでもいい感情に変わっていくんです。そうすると、もうその人には嫉妬しなくなるんですよね。そういうことがね、ここ数年何回かありました。で、それを、ああそうかそうか、嫉妬してるんだ、じゃあ何に嫉妬してるのかな、何がその人にあって何が自分にないのかな、ああそういうことね、そういうことね、ああそうかそうか、お前にはなかったな、そういうことはなかったな、大変だったなって思っているうちに、やがて消えて忘れていっちゃうんですよね。それが僕の、嫉妬の消し方なんです。ただ、まあ、嫉妬を消せるようになるにはね、まあ、前提があるんじゃないかなって気がしますね。自分自身が、やっぱ満たされているってことがね、根底にないと、やっぱ嫉妬心を発生した時に、それを燃え上がらせちゃう。行動に出るとこまで燃え上がらせちゃう。もしくは、燃え上がってんだけど、隠すってことしかできなくなっちゃうんですよね。自分が満たされているとかいうのが条件で、だから過度にストレスがかかっている時とかね、ものすごく耐えに耐えている時とかね、あとその自分の中に許せない自分への劣等感、自分はダメなんだ、こういうところからダメなんだ、いけないんだって思っている時とか、あとその自分自身を否定している人ね、根底にね、自己否定がある人、そういう人っていうのは嫉妬心が湧き上がった時に、それをいいよいいよって嫉妬したままにしておいて、そしてまあ嫉妬することを受け入れてね、あ、そうだったなって、お前の人生はそういうことはなかったな、でもいいじゃんかっていうところまで、まあおおらかに嫉妬と付き合えないんじゃないかなっていう気がしますね。だから嫉妬とうまく付き合って、嫉妬をうまく消していくためには、自分が満たされているっていう状態、自分は自分の人生にある程度満足しているんだと、これでよかったんだって思える状態っていうのが、まあ大切なんじゃないですかね。だからそのためには劣等感をね、受け入れる、自分を否定することをやめる。自分はこれでいいんだって肯定できること。で、自分の人生に満足できることっていうのが、嫉妬とうまく付き合って、最終的には上手に嫉妬を消してしまうっていう、コツなんじゃないかなって思うわけです。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。